はいどうもこんにちは、銀曜です。タイタンフォール2に向けてね、前作のタイタンフォール1をやっていきたいと思います。せっかくなんで、武器とかいろいろ使っていこうかと思います。上から順にって形でいいかな。暑いっすね、セミが鳴いてる。ほんと気温の高さに応じてセミの、鳴き声も増していくような気がしますね。どうでもいいんだけど。どうでもいいんだけどね。いいか、ということこれで、はま証ずは拠を見せカーた。ビンを邪魔す使るっ敵ていはきま全てし排除しょう。ろ。ちょっと途中からだ行動な。確認。ちょっとね、久々にやるので。ミリシアに引き離されているぞ。気合を入れ直して何とかしろ。を倒して少しエイムを合わせていかなければならない。ワイチワイチオッケー。ところで、タイタンを倒そうか。どうやって、こうか。ジャージライフル持ってきたんだな。いいか。壊れてる。タイタン問題、合図してください。タイタンフォールやるか。いいかな、出して。よっしゃ、タイタンフォール。タイタンフォールスタンバイ。かっこいい。乗りますね。お帰りなさい。パイロットモードオンライン。ああ、倒せたな。よし、敵のタイタンがいる。あ、これチャージして撃つんや。敵型パイロットがウェイ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 。ペースは上がってきたが、まだミリシアが優勢だ。気を引き締めていくぞ。上に見えたな。そこにいるらしいが、いた。ボール来たか。あ、危ねえ。出た。やばい。ダッシュ。ボロボロだな。おう。やるじゃないか。レドマンだ、かい。これがね、タイタンに対して有効な状況なんだ。まだまだあと1個。こうか。遠いな、少し。もう少し近づかないと有効打にならないって感じ。よいしょ。うわ、ここなんだ。挙動がおかしいぞ。今いたね。いけ、やめて。あー、無駄に終わっちゃった。よし、バンカードはね、結構いっぱいあるので、どんどん使っていきたい。よし、ロングショットだろう。このタイタン白い。されなくなる。あのオートタイタンとかスペクターとかにね、感知されなくなるっていうやつだな。バンカードがね、やっぱ機械性の一手となる可能性があるかな。タイタンフォール準備完了。横にいたか。よし、ならばタイタンできる。もういなくなった。いないようだ。
少し遠いな。どうだ、いけるかな。さあ顔を出せよ。覗き込んでるとこうチャージで。よし、当てた。オッケー、ナイス。お、しかも仕留めたらしい。いいね。こっちに来るのがあるね。あれは敵叩いたかな。じゃあフルチャージを叩き込むよ。そこ、サイドを塞ぐ。やめ、やばいぞ、ちょっと待て待て、今すぐ戦況を覆せ。あ、ダメージ壊されちゃった。やばい。危ない危ない危ない。ダメージ壊をうまく貯められればな、もし有利に戦えるんだから。はい、めなかった。微妙に負けてんだな。なんとか勝ちたいところが。時間もないぞ。少し調子が出てきたな。敵がどこにいるか。だがまだミリシャに遅れを取っているぞ。ペースを上げろ。見て。よし、ヘッドショットだ。危なかったな。お、やばい。負けてしまったので逃げたいと思います。逃げれるかな。逃げろ。よいしょ、よいしょ、よしよし、ここまで来た。あとは周りに気をつけながら。やばい、やばい、待て。あ、やられた。あ、そういえばパイロットアビリティなんてもあったのか。それ実際久しぶりすぎていろいろ忘れてしまったし、そういうふうに覚えていた。マイナポイント2が出るのか、そこまでのなんとか今後思い出さない。 M 音量でかかった。ゲモリオでかかったらごめんなさいね。あ、船が出発してしまった。一人取り残されてるな。はい、というわけでね、タイトル4やってきました。おっと、ボイズが入ってるな。2出るまでね、ちょこちょこやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。それじゃあ、またな。